はいはい、どうもこんばんは、こんにちは、松田修造のカレー知ってます。行きたいと思います。今日はですね、トレタマっていうので、やってたんですけど、ワールドビジネスサテライトというテーマでね、空気霊、カタカナで空気霊って言うんですけど、空気が綺麗ってかけてるんでしょうかね。これね、電気の照明なんですけど、その電気の照明が煙とかを吸い取る機能を持っているという照明器具なんですけど、確かに照明器具とその空気をきれいく吸い取ったりする、焼き肉屋さんとかってありますけど、一緒にした商品でして、匂いもこう吸い取ってこうろ過する、フィルターが入ってろ過するというね、ベンチャー企業さんですかね、富士工業さんというのがされてるんですけどね、照明の中に空気も一緒にこうきれいくする、煙を吸い取るというね、非常にリビングなんかではいいんじゃないかと。空気で結構ね、7万7000円するんですけどね、面白いなと思ってます。今日紹介します。空気霊の紹介でございまして、オリンピックおめでとうございます。忘れてた。